はい、どうもやってまいりました前田光吾のクラフト万歳、豆チャンネルの光吾です、ギターチャレ9日目です、ね、早速今日も練習していきたいと思います。はい、それではね、はい、ちょっとね、手がやっぱりね、疲れてきますけど、疲れてくるというか、昨日のレッスンでの、あのダンスのレッスンのね、ちょっとね、もう体の筋肉痛ですね、ちょっとね、やっぱね、年始のね、ダンスは体にきますね、ちょっと休んじゃうから。あれちょっとなんか少しスムーズになってきた気が、もっとやっぱテンポよくいい方がいいのかもしれないけど、でもなんかつまらなくなってくるね、やっぱりね。そんなことないか。誰かに教わりたいなって思う毎日です。このギターを買うときに、いろいろ教えてくれた、楽器屋さんのお兄さんと話したんですけど、教えてほしいんですよねってちょっと相談をしたところ、これ行ってみたらどうですかって、ギター教室の30分無料券をもらいまして、はい、ちょっと今度それ一回行ってみようかなってちょっと思ってるところです。その楽器屋さんのお兄さんはいくつぐらいなんだろうな、なんか多分同い年ぐらいな感じはするんですけどね、なんか昔ギターの講師もやろうとしてたけどやらなかったですみたいな感じを言ってたんで、教えてくんないかなって話してて思っちゃいました。でもまあまずはその30分無料のギター教室ちょっと行ってみたいなって。指になっとったら全然できない。
つもね、無言で練習してるので、ちょっと今日はなんかあんまりなんかネタもないので練習に没頭したいと思います。メジャースケール、メジャースケールですね、メジャースケール。ドレミファソラシド、分かるようにって言ってましたね。で、すごい響く気がする。なんだろう。こんな反響するっけ？なんかすごい今日こっから響きが聞こえてくる。気づかなかっただけかな。
りましょう。ちゃんとリズムでやりたいと思います。はい、いきます。はい、あれ昨日より違うか。せーの、ちゃんともう楽に。好きができません。コーンが好きが難しい。こんだけ早いと。この強弱っていうのがやっぱり難しい。難しい。ずっと安定させるって難しい。Thank you.
悔しい、悔しいです。本当に普通に悔しい。このスピードだと16ビートの高音が付きはできないということですね。とね、集中できるんですけどね、まあ、集中してないわけじゃないんですけど、これはもう本当に慣れるしかないな。慣れよ、マジで。どうなろうが。もうできない、マジで、マジで腹立つ。くそーくそー、悔しい、本当に悔しい。すとこ、強弱をつけちゃうとできなくなっちゃうんですよ。力抜いてても。夏林先生のシャッフル、これこれこれ。銀行に行けない。でもコンビニで大丈夫。三井住友銀行カードローン。16ビートストロークパターン3。今まで弾いてた。
たじゃんじゃんじゃかじゃかじゃんじゃんじゃこうシャッフル。これいけんじゃない？そういうことか。あ、ここで使う。
ないかな。ここがね、だんだん合ってないんですよ。しゃというわけで、ですね、昨日ちょっと話したんですけれども、あの話したちょっとつまみながら話したんですけれども、16日にね、おはげき の, あの新年会というのがありまして、で、そのおはげきの、お芝居の、いつもやってるお芝居の中で一番最後にあのみんなで歌う歌があるんですね。あの涙のファイターというね、曲がありまして、その曲、まあ、とてもいい曲なんですけど、まあ、その曲の、まあ、ちょっとあのね、おはげきバージョンみたいな替え歌で歌ってるんですけど、まあ、それをできたらその16日の新年会で歌いたいなと、はい、僕思ってまして、まあ、勝手に僕は思ってるだけなんですけど、それを、おはげきのうこんさんに相談しなきゃいけないんですけど、もしそれでいいんじゃないってなったらやろうってなると思うんですけど、まあ、いいんじゃないに至るまでにまず俺がね弾けなきゃいけないというわけで、でどういう曲かというと、ちょっと一瞬こんな曲なんですよ。ちょっとですね、これがまたね、まあいい曲なんですけど、これをどうしたらいいんだっていうね、もういい曲ですよね、はい、これをちょっとね、あのパソコンでね、自分がいつもあの音作ってるソフトがあるんですけど、それでなんかあの見えるかな、こんな感じで全部ちょっとなんとなくですよ、なんとなく今の曲ちょっと再生しますね。えい、こんな素敵な朝に生きてる、ああ朝でみたい、あなたの過去は俺一つも知らない、その日に戸惑ってるけど、どうにかここまで来たって顔してる Everybody、 あったかな、っていう感じで全部ちょっと出してみたんですね。でこれに合わせればオリジナルのを作れるのかわからないんですよ。わからないんですけど、ちょっとこの方法しか思い浮かばなかったんで、で一応この今自分でこのピアノでね、僕あの本当音符読めないんで、あのこうやって一個一個ねピアノをこう置いていくんですよ。で置いて手って言っても分かんないか、ね、まあ、こういうアナログのやり方をしている人もなかなかいないと思うんですけど、ほらこうやってね、こうやって全部ピアノ置いていくんですよ。でもそうすると僕音符読めないんですけど、
ここにちゃんと出るんですよ。このこれがドなのかレなのか なんだと、この鍵盤の場所が出るんですね、押した場所が。だからこれで、あ、ドだったら何かなみたいなので、でドがあのギターのコードで何かもちょっとまだ分からないんで、ちょっと順番に調べていかなきゃいけないんですけど、だから多分すごい作業になると思うんですけど、でもそれでも弾きたいなってちょっと思ってるんで、ちょっとまあこれはね今やる作業なのか分かんないんですけど、ちょっと一回試しにやってみようかなって思ってます。だからちょっとここ伴奏をちょっと飛ばします。一回素敵な朝に生きてくこんな素敵なのところです。これが今この音、こんな素敵なかこんな素敵ななの、こっちかな。これだとどっちでもいいんですけど、でもなんか黒い鍵盤って多分シャープとかだからわかんないから、これがドシラです。ラでラが何だろうっていうので、ちょっとコードとかのちょっと調べるサイトも今同時に開いてるんで、ちょっと今ドシラララが A、 A です。 A ってことは、あ、なるほどね。あーほら、いける。次に2だと2じゃないわ。この黒い鍵盤はララのこの B みたいな、なんて書くんですかね、これこうやつ、こういう記号、こういう記号、多分そっち、こういう記号、ラのこれかソのシャープ、こうすると G のシャープか A のこういうやつ。あや、これ大変だな。ん？ちょっとわかんないぞいきなり。コード進行表とかわかんないかな。ちょっとでもなんか今なんだ、すごい今すごい見えたって思ったのに見えてなかった。くそー、今ちょっと、あ、兆し、今 A とあれ合ってんだと思ったけど、こんな時こそ夏林先生の、ホームページです。夏林先生のホームページにはね、確かね、あれなんですよ、コード譜って言うんですか、が表が確かあった気がするんだよな。ないかな。あった、さすがです、ありがとうございます。なんだっけ、それでラだから A のこの形か、G のシャープ、はあ、G のシャープ、これこんなんでできたけど見えない、遠くて、ああ、なんか近い気がする。G のシャープ、それか違うな。こんな素敵なまさに違うな。じゃあこんな素敵な A のこういうやつ、 A のこういうやつだと、あ、一緒なんだ。あ、だからだ。
いやわかんない、どうしよう。違うな。これは？違う。違います。難しい。どうしよう。だから違うんだよ。白いのは合ってたでしょ。シャープが難しいでしょ。だから白いのに全部寄せるようにすればいいから、あれを変えればいいんだ。だからこの音を白でしょ、次がこれでしょ、で下がってるこれが全部白い鍵盤、これ黒い鍵盤、これも黒い鍵盤だから全部白の鍵盤になるようなあれに変えればいいってことでしょ。ちょっと変えてみましょう。今キーを変えてます、全体の。これ高くなってるのかな、大丈夫かな。でもこれ黒い鍵盤だからダメ。これは、あ、これ白い鍵盤でしょ。これは、あ、黒い鍵盤、黒い鍵盤ダメです。次、すげえキーが上がってきて大丈夫かな。素敵なか、こん白白白きた。ってことは難しいコードじゃなくなる可能性があるから、でこれはさらにドドってことはドは何ですか。ドは、C、 はいはい、いけるね。そうだね、素敵な、はい、次はドシ、あ、すか、ドシドシドシラドシラです。ドシラ、これいけんのかな。ドドがシシがビシビエビビはビ、これでな、え、全然違うけど、そういうことじゃないの。あ、ん？ちょっと待って、なんか雰囲気が違う。これだってずっとこんな素敵な朝に聞けてる朝が、いや、絶対おかしいな。こういうことか。これは無理か。素敵な、ここまでいいね。もう知ってるコード片っ端から。似てるよね。キーズ。違う、こんな明るい音じゃない。キーズ。だ。見てたんだ。キーズ。これは？これ何？これはこれがドレミ。ドレミ。ドレミ、
E の E のこういうやつか D シャープ D シャープ D シャープなんてある？あんた D シャープ E のこういうやつ 6?3、4、5、6。 あーもっと低いところでないのかな。ディミニッシュ、これはあるぞ、見たことあるぞ。傷だらけの違うな。これはあれのやつなんだから、こうやってやってんだ。これはちょっと似てるけど違うな。これはキーズ、キーズ全部6なんですごいね。こんなところなんだよ。キーズ、キーズだらけの、キーズだらけの、これ、あ、これいきなり高くなるの嫌だな。だから高いところでやればいいってこと。最初から C が確か C の高いんだよ。これ違う。 C おー、わかんない。これは無理か。一旦諦めます。今日は諦めます。これ覚えておこう。なんかありそうな気がするんだよな。これギャラップ奏法。
ちゃんと基礎切り返しがわからない。練習
これをマスターしよう。これなんとか、あのこれは高純先生の、指弾きでの16ビート。見ましょうかね、見ましょう。見つかりました。見つかったの方がかっこいいんですけど、まずはちょっとレベルを落として跳ねない、要するにノリノリじゃない感じの、もう練習していきましょう。はい、教えます。まず最初は Dm9th、 最初がちょっとむずいかもしれないですね。左手の中指、左手の中指を5弦の5フレットで、人差し指を4弦の3、要するにノリノリじゃない感じの。で次は G、 これですね、 G、 F の形をして5フレット、こういう形ですね、これですね、G、 してこのツッツッとその人差し指3フレームまで持ってきた G。 はい、で次 C メジャーセブンス、これ分かりますかね。人差し指で3フレットのこの5弦から1弦こうバレーして、で薬指が4弦の5フレット、次がこう3弦の4フレットに向かえて、小指が2弦の5フレットですね。これ C メジャーセブンス、これですね、音的にこういう感じですね。これなってこう、カットの4、3、2弦にセットしてある。で、コーンが、で、ツってやる。
少しおしゃれな感じのがいいですね。指弾きで、まあ一応どうせやるなら少しおしゃれな感じのがいいかなと思って、難しいコード使うんですけど、頑張ってやっていきましょう。最初にちょっと弾いてみますね。今日弾くのはだけ。めっちゃ指長いな。てか指めっちゃ短いな。これは日々続けるとして、ラスト、あれですね、夏林先生の、ドライフラワー、夏林先生のドライフラワーってわけじゃないんですけど、今コードの切り替えがちょっと上手になるように何回もこう練習してます。サビ前からあなたが、はい、そうするとからいきます。
もう一回、もう一回いきます。そんな練習してたんだよ。違うな。ちょっと反省。
ラストもう一回やって終わります。はい、今日はちょっとね、だいぶなんかやってしまいましたけど、まあ成長しつつしなかったり、全然変わってなかったり、ちょっとやれるようになったりね、なんかずっともこう進んだりこうなんかこうずっとしてますけど、でもまあね、大丈夫です。まだ9日目ですね。来年の年始に向けて頑張りたいと思います、ね。また明日もやりますんで、毎日見てくださってる方本当にありがとうございます、それではまた明日。